はい、おはようございます。ラスカルでございます。いや今日ねちょっともう日焼けの皮むけがすごくてあんまり映せないだからねちょっとタオルを巻いているんですけれども、今日の食材はねお蕎麦、乾麺のねお蕎麦なんですけど、こちらを購入しまして、福井名産のねおろし蕎麦がどうしても食べたくて今日は作っていこうと思っております。久々にねこの料理っていう料理をする回なので、ちょっとね緊張してるんですけど、うまくいけばいいなと願いながら頑張って作ります。まずはねそばに使う汁、だし汁を作るんですけど、昨日ね少しやっております。こんな感じで今回は昆布と鰹だしの2種を使ってね水だしで作っております。なので全く火入れはしていないんですけれども、こちらにね少し手を加えていきたいと思います。今回は冷やしのメニューなんで、こちらには火を入れずに別にね醤油とか作っていきます。でまぁ、ちょっとレシピがないので味を見ながらなんですけど、一応ね出汁を取ったら 1.5 リッターほど、出汁汁ができましたので、10分の1ほど、醤油、酒、みりんを入れていきます。なので各種 150ml ずつ入れていきます。まずお精油を150と、酒をこれ150と、みりんも150と、で一旦こちらを沸騰させてね、まあお酒とかみりんのアルコール分を飛ばします。よし、こんなもんかな。これを一旦ボウルに移しまして、味がね濃くなりすぎるのが怖いんで徐々に入れて混ぜていきます。よいしょ。で少し甘みを足したいんで砂糖、ささっとこんなもんかな。大体これも大体、はい、これでほぼめんつゆの完成でございます。まあ、めんつゆ使えばいいんだけどね。まあこれは自己満足でございます。よし、それでトッピングの準備をする前にねまたお湯沸かすのが時間かかるので、先に寸胴に火を入れていきます。はい、重い、よっこいしょ。はい、オッケー。はい、ということで今ねお湯を沸かし始めましたので、トッピングの準備ですね。まずこちらの万能ネギから切っていきます。はい、ってことでこれネギはねこんな感じでございます。はい、続いてはいこちらの大根ですね、辛味大根、こちらをおろしていきます。いやこれ一番大変だよこれ絶対。これ腕はち切れるな。いやもうこれだけやれば大丈夫かな。はい、やっとねお湯が沸きました。あー長かった。で今回使うお蕎麦はこちらでございます。一応ね今回1袋 200g のものなんですけれども、8袋で合計 1600g ですね。はい、それでは蕎麦を投入していきます。へい。で、茹で時間は表記通りの5分で、はい。で、このお蕎麦なんですけど、なんかね、独自製法らしくて、麺の太さがね、乱切りだったり、なんかね、この凹凸があるみたいで、具材とか汁をね、しっかりと持ち上げてくれるお蕎麦らしいので、まあ今回のね、まあ大根おろしが入ってたりとか、そういったものには適してるかなと思って、今回こちらのお蕎麦を選んでおります。お、OK! よし！よいしょ！はい。たらまた今日もよいしょ流水で締めていきます。永遠に水が出る。はい、 OK。 そしたら最後にトッピングですね。今日はせっかくお蕎麦なんでね、もちろんこの子で、まずお蕎麦、え、多くね、やっぱ多いわこれ、めっちゃ多いよさっき作ったね、だし汁、めんつゆですね、をかけていくんですけれども、このままだと、まあ、若干ね、この味の統一性というか、まとまりに欠けるので、この辛味大根の汁、これを中に入れまして、こちらのつゆを上からドバッと。で、ここに、まずこのおネギを、ザッと、万能ネギを、全体にね、こう振りかけて、先ほどね、すった、こ
の辛味大根を乗せます。うわうまそう。これ大根を乗せて今こんな感じなんですけど、これね最後に鰹節なんですよ。鰹節逆側にこう盛りまして、はい、ということでこちらのおろしそば完成でございます。早速ね向こうのお部屋に持ってって食べていきたいと思います。はい、ということで今完成いたしまして、こちらの部屋に移ってまいりました。いいんだよこういうシンプルなので、うまそうな匂いがする。ちょっとね伸びちゃうといけないので早速いただいていこうと思います。いただきます。大根を絡めずにちょっとまず麺だけで、はい、いただきますか。うん、あ、うわ、出汁成功だわこれ、うまっ。うん、今回ね、出汁はかなり昆布多めに取ってあるので昆布が強めなんですけど、この昆布の甘さというか柔らかい感じを辛味大根の汁がこのビッと後味を整えてくれてて、めちゃめちゃうまいですね。うん、うまい。ああ、うまい。でこのお蕎麦うまっ。乾麺なのにこんなコシあるんだ。麺の太さもね乱切りなので食感がねめちゃめちゃ面白い。ひとかみするごとにね若干違うんですよね。うん、そろそろ大根とこの節をね合わせて、はい、うん、いいな、うめえ。僕も何度か福井に行ってるんですけど、これね行くたびに食べたくなるんですよね。このメニューやっぱ他の県じゃないというか、あ、福井のね郷土料理でもあるとは思うので、いろんなお店に置いてあるんですけど、これねめっちゃうまいんですよ。これぜひみんな真似してほしい。これ僕めちゃめちゃ大好きなんで、あの福井だけじゃなくてこうね全国のお蕎麦屋さんで出してほしいですね。そろそろ喉も渇いてきたんで、いつものこちらを。あー、お蕎麦のお酒、うまいな。そしたら、まあお蕎麦といえばという味変で一味をね、ささっとここにおろしと鰹節と、うめえ。やっぱ合うな、一味うまい。
とネギを追加で、やった鰹節も追加で、いやいやいや、うん、鰹節入れすぎたな今。でもなんかようやく減ってきた気がします。本当はね、あの茹でたそば湯、あれでね焼酎とか飲むとうまいよね。お蕎麦屋さん行くと蕎麦湯割りとか結構僕頼みますもんね。やっぱり他では飲めないからな。追加で一味と、やっぱ合うな一味。多分今日の重量的に言うと体感ね、あの二郎系食べてる時と何ら変わらないと思うんですけど、向こうはね具材ありきでこの重量じゃないですか。今回ねほぼお蕎麦でこの重量なんで、吸引するのがねまあまあ疲れてきました。だんだんね落ちてくる。ふん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 、もう残りも一人前あるかないかぐらいですね。早かったな。じゃあこれが最後の一口ですね。でした。はい、ということで今ねおろしそば完食いたしました。いやーうまいねやっぱり。まあ、僕もね本当福井に行くと絶対に食べる一品でして、なかなかね普段の家庭料理の中だと辛味大根ってやっぱり出てくる頻度ってそんなにないと思うんですけれども、風味もね辛味もとても良くて、もちろん健康的にもいいですし、素晴らしい食材なんでね、それを味わえるこのおそばもう最高でございました。もしね、辛味大根見かけたら、このメニューね、作ってみてもいいんではないでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。